時を超えたコンチェルトクロノトリガー実況プレイ。皆さんもこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はゲートホルダーを無事に取り戻しまして、現代にやってきましたね。でドリーストーンをボッシュさんのところに持っていくっていうところで終わったと思います。じゃあね、早速入っていきましょう。ボッシュの小屋。さあ、これでグランドリオンは無事治るんでしょうか。おお、それじゃあそのドリストーンがあればグランドリオンを修復できるぞい。しかしグランドリオンといいドリストーンといい、一体どこで。ま、いいわい。ちょっと待っておれ。私も手伝いましょう。おお、万能だな。え、これ外出れちゃうやつ？でもこれマールと話できないんだもんな。ちょっと黒のグランドリオンが治らないのにどこへ行くつもりなのよ。やっぱ出られないか。じゃあ下行こう。修復は難しそうです。え、できないってことじゃないよね。さてと、今調べ物中じゃ話しかけるでない。あ、え、私はどうすればいいんだ。ちょっと時間経つの待ってないとダメ。グランドリオンを修復するにはドリストーンを生成するだけでなく剣を活性化させる必要があるのじゃ。ほう。お主はドリストーンを生成してくれ。わしは剣の活性化を行う。わかりました。おお、動けなくなっちゃった道具を揃えないと。ある道具。へえ。この剣を活性化するには一度は折れて力を失った剣の本体に再び命を吹き込まねばならぬ。グランとリオンは？よし、終わったぞ。ドリストーンを持ってきてくれんか。わかりました。始めるぞ。おお、なんだ。待たせたな。おお、キラリと輝くその剣がグランドリオンということですね。見るがよい、これこそがグランドリオンじゃ。すごい、これがあのグランドリオン。まあわしにかかればこんなもんじゃで。じゃあ黒の、早くグランドリオンをナイトさんのところに持っていきましょう。待って、ボッシュさんの秘密を。剣はな、使う者の心の在り方次第で命を奪う道具にも救う道具にもなるものじゃ。使い方を間違えんようにな。結局ボッシュさんの秘密はあれですか、教えてもらえない感じですかね。とりあえずいいかな、買い物は。でね、マールの装備をヒージーリの弓だったかな、原始時代で調達してきた武器に変えました。あとルビーベストを装備してもらいました。でだ、もう私は気になるので速攻ナイトのところに行きたいと思います。アイスタックルを覚えました。そう、技をね覚えたいんでね、今回はこのパーティーでやっていきたいと思います。でアドバイスでルッカを入れた方が進みやすいっていうアドバイスをいただいたんですけど、この先のダンジョンのことなのかちょっと詳しくはわからないですけど、今回はねこのパーティーで行くって最初に決めてたので変えずにいきたいと思います。で、辛くなったらね変えるっていう方向でいただきじゃない、いきたいと思います。ちょっとせっかくねアドバイスくださったのに申し訳ありませんが、このままお付き合いいただければと思います。そうで、このヌーなんですが、前回私ここに来た時に戦えなかったんですよ。で、どうやって戦うかっていうと、このあれちょっと待って、周りにいたね敵にエンカウントすると、一緒にヌーと戦うことができるっていうコメントをいただきましたんで、ありがとうございます。今早速試させていただいてます。おお、危ない。そうだった、これこういう技やってくるんだっけ。あ、ちょっとうそっしょ、マジか。ちょっとこれは予想外でしたねここに来てマールがやられるっていう、ちょっともうやめて。そっかそっか、これだから厄介なのか。あ、違う。先にこっちを倒して、でオーラビームがマールとロボノスケの技なんで、ちょっと待ってないといけないんですよね。どうしよう、全力斬りをやって、なんか HP やばすぎるんだけど今回、やー怖い。あ、アイスタックルもやりたいんですけど、まずその前に回復しましょうね。ふう、危ない。もうどうせこれで1にされちゃうんですよね。それはそれで厄介だ。でもヌーだけなら多分殺されることはないんじゃないかと思うんで、これでアイスタックルやってみたいと思います。いけ、どんな感じ。おー、一番強いかも、今までで見た中で。お、レベル上がった。技覚えないのか、そうか。ちょっと待ってね、今ちょっと満身創痍なんで、回復をしていこうかな。これオーラビーム使えないね。ケアルビームでいっか。ガンガン回復していきましょう。ケアル使えばよかったか。あ、ケアル使えばよかった、完全にまあいいや、今から。お、ヘイストか。2人技はとりあえずすぐに覚えるってことはなさそうですね。よっしゃ、まあとりあえずナイトのところに行きますか。さあ、お待たせしてるね。やってきたよ。またお前たちか。まさかこの剣はグランドリオン。少し考えさせてくれ。今夜はここで休むといい。あ、これ回復してくれる？お、お、え？行ってしまうのですね、サイラス。ええ、そろそろ誰かがゴールデンフロックのやつからあのバッジを奪い返しても良い頃かと。そろそろ誰かがゴールデンフロックのやつからあのバッジを。ナイトのこと？それに伝説の剣とやらもこの目で確かめてみたい。サイラスよ、お前はこの国にとって必要な男。ナイトさんがサイラスっていうのではない。え？わかんない。また私とリーニにとってもかけがえのない友人だ。きっと戻ってくるのだぞ。命ある限り必ず、たとえこの身に何があろうとも。それではこれにて。かっこいいなあ。サイラス様、慕われてるね。我ら王国騎士団一同、皆団長の旅のご無事を祈っております。お前たち、後のことは頼んだぞ。ん、誰だ？待たせたな。さあ行くとするか。グレン、あなたも気をつけてね。グレン、王妃様もどうかお元気で。グレンさんって出てきましたっけ、前。なんかいろんなゲームとごっちゃになっちゃってわかんない。強いんだなこの2人。お、ボス戦 BGM だ。あ、やっぱ、まあいいや、進めよう。この勇者のバッジが欲しくば力ずくで取ってみよう、王国の騎士。グギャギャギャ。無論そうさせてもらう。行くぞ。ゴールデンフロックでしたっけ。ニルバーナスラッシュ、かっこいいな。はやー、やりやがったなこの野郎。なんでこんなバッジお覚えてやがれよ、畜生め。思った以上に小物だったな。あれ、あの後ろにいる女の人誰？うわ、危ないグレン。何サイラス、剣が、グランドリオンが。あ、出たビネガー。ギャハハ、どうした、もう終わりなのか。伝説の弦が折れてしまっては手も足も出まいが。く、まだだ。サイラス、俺はもう。聞けくれ、俺が奴らの足を止める。その隙にお前だけでも逃げろ。しかしこのままでは2人ともやられる。行くんだグレン。かっこいい。余裕だなサイラスやら。魔王、人の心配などしている場合か。いいかグレン、行くぞ。おお、かっこいい。あー、サイラスさん。サイラスに逃げろグレン。王妃をリーネ様のことを頼む。え、サイラス。ふん、どうした、貴様は来ないのか。え、グレンさんの方がナイトさんなの？違うか、わかんない。くっ、傭兵兵、蛇に睨まれたカエルってとこだな、若造。魔王様どうです、この腰抜けを似合いの姿に変え。なるほど、変えてやるってのは。ふ、よかろう。我が前に立ちはだかる者は一人残らず消す。うわ大丈夫か、苦しそう。あっ、ギャーハハハハ、いいくじなしの虫けらめが。ビネがイラっとくんなこれ。お前何もしてないやろ。あれからもう10年にもなるのか。やれるかこの俺に、サイラス。そっか、グレンって名前があったのか。起きろクロノ。俺にどこまでやれるのかわからないが、行ってみよう、魔王城へ。奴は強いぞ。覚悟はいいか。未来を見つけ出すために。悪い奴には負けないぞ。かわいいマール。ああ、そうか。どうしよう。ああ、5人で戦いたいよ。どうしよう。多分次の団長にルッカ連れてった方がいいよってアドバイスだったと思うんですけど、どうしよう。一番最初に旅したメンバーできます？違うよ、その時ルッカがいたんだよ。ルッカとナイトだったんだよ。どうしよう。でもロボノスケとナイトのなんかすごい気になってたメンバー同士でも行きたいしな。どうしよう。どうしよう。だいぶ迷ったんですけど、最近ストーリーを進めるときにロボノスケとルッカがパーティーにいるってことが個人的に多かったような気がするんですね。なんで今回はマールに頑張ってもらおうと思います。アドバイス通りに行けばルッカを入れたいし、ロボノスケもレベル的に入れてあげたいしっていう感じなんですけど、ここはね、いろいろストーリーとかも楽しみたいんで、まんべんなくね、みんなの話も聞いていきたいんでマールにしたいと思います。頑張ろうね。さて、このメンバーです。カラフルだな信号機みたいやんよっしゃ。じゃあ魔王城ですね、向かっていきましょうか。ちなみにナイトさんの装備はどんな感じで、技はどんな感じでっていうのもちょっと見ていきたいかな。久しぶりだねナイトさん。とりあえずこの辺を強いのにしてあげたいんですよね。ルビーベストどうしようかな。なんかつけた方がいいっていうコメントもいただいたんで、それはちょっとロボノスケのから拝借しようかな。ナイトさんの武器も欲しいんですよね。ちょっと技を見て、あ、懐かしいベロロン、ベロロン切り、 X 切りありましたね。とりあえず技を覚えたい。ここまたヌーいないかな。いないか。おお、はい。いろいろね、魔王城の場所が分からなくて迷ってたんですけど、パレポリの村のパブでデナドロ山の東にあるマガン窟ってところにぽっかり口が開いてて、でそこに魔物が入っていくのを見たっていう情報をいただいたんで、ここにやってきましたが、あれはヒントだったっていうことでいいんでしょうか。とりあえず入っていきましょう。セーブするの忘れた。まあいっか。お、どうやら正解のようですね。ん？階層かな。お、わーんめっちゃ早いし怖いんだけど。お前ら、やべえ、サイラスだ、逃げろー。かっこいいなー。お兄ちゃんみたいな感じだったのかな。ヒック、ありがとうサイラス。ヒック、グレン、男はな、立ち向かっていかなきゃいけない時もあるんだぞ。でも撃たれたら痛いよ、あいつらだって。優しすぎるよグレンは。なあグレン、俺騎士団に入ろうと思うんだ。やっぱり君ならきっと立派な騎士になれる。僕が保証するよ。お前も一緒に来ないか？僕には無理だよ。そうかな。剣の腕はお前の方が上だと思うんだがな。ダメさ、僕は実戦だときっと震え上がっちゃうよ。めっちゃ切なくなってきた。あ、バッジが。そっか、これでナイタさんはきっとサイラスが勇者だったのに自分をかばったせいでとかっていろいろ思ってるんだろうな。バッジ、勇者の。グランドリオンをよこせ。普通に渡してあげればいいんちゃうの？刺すの？我が名はグレン。サイラスの願いと志、そしてこのグランドリオン、今ここに受け継ぎ魔王を打つ。あ、いいんですけどやーばー、音楽いいな、ほんと。あー、アニメかっこよかった。あー、ナイトさんもといい、グレンさんかっこいいな。でも私的にサイラスさんもすごいかっこいいと思う。あ、敵に当たっちゃったみたい。なんか魔法しか効かなさそう、もしかして。あ、そうだ、ちょっと待って、今重要なこと思い出しました。ねここまで来てちょっと申し訳ないんですけど、一回時の回廊に戻りたいと思います。とっても重要なことを忘れていました。アドバイスをいただいていたのに申し訳ない、本当に。なんで、この戦闘が終わったらね、一回帰りましょう。多分今の戦闘で早く気づけてよかったんですけど、魔法が有効で普通の攻撃がちょっと通らないっぽいんですよね、今見た限り。お前たちの使っているのはもしや魔法というものか。今では魔族しか使えないと聞いていたが。時の最果て、時の回廊じゃなかった、間違えた。時の最果てに行けばあなたも使えるようになるかもしれないわね。ちょっと甘噛みしたな今。そう、これをね、前回か前々回ぐらいの動画のコメントでアドバイスいただいていたのにすっかり忘れてました。申し訳ない、本当に。じゃあね、一回時の最果てに行ってきたいと思います。時の最果てやってきたんですけど、多分スペッキオに言えば教えてもらえるかな。こりゃまた変なの連れてきた。こいつカエルだけに水の力持ってる。マールも確か水ですよね。はにゃはら減ったみたい。久しぶりに聞いたな。あ、ナイトさん。全然見えない位置に。どうだ、新たな力湧くだろう。試してみないです、すみません。新しい仲間できたら連れてくる。おめえら面白い。さて、ってことはアイスなのかな。あ、違う、ウォーター。ヒール覚えるけど、あ、間違えた。でもアイスはアイスで水属性ってことでいいのかな。氷の魔法。タイプかぶるのはまずいかな。どうかな。わかんないけど、ちょっとね、今回は時間も多分いい感じなので、ここで終わりにしたいと思います。次回ね、マガン窟、多分その奥に魔王城があるのかっていう感じなんですけど、そこの攻略をしていきたいと思います。メンバーについてはもうちょっと考えようかな今。ちょっとすごい非常に迷ってます。アドバイス通りルッカを仲間に入れようか、どうしようか。マールもね、ほんとなんかイベント自体に参加してもらうのが本当になんか久しぶりだった気がするんで、入れてあげたいんだよね。うん。はい、じゃあちょっと次回までにもうちょっと悩んでおきたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。